どこに行こうかな。よし、行くぞ。大きなあくび、もしかして寝不足？ライザか。勉強しなきゃならねえことが多いんだ。十分な睡眠を取れない日があるのも仕方がないことだ。かもしれないけど、遺跡調査疲れてる感じだし。そう思うならこいつをどうにかしろ。許してあげてよ。せっかく落ち着く場所を見つけたみたいなんだし。やっぱりちょっと頑張りすぎじゃない？俺は常に真剣だからな。遺跡調査なんていう名目で冒険ごっこをするような暇人のお前たちとは違うんだ。ちょ、ごっことか暇人って何よ。私たちだって一生懸命なんだから。どうだかね、お前たちのことだ。どうせ調査の途中で遊んだりサボったりしてるんだろ。ちょっとだけだし。してるのかよ。お前らみたいに無責任でいい加減な人間を見ていると時々羨ましく感じるよ。ほんと言いたい放題なところは相変わらずよね。でもずっと聞いてなかったからなんか懐かしい気持ちになるな。ならいつでも俺のところに来い。いつでも懐かしい気持ちにさせてやる。別に喜んで聞きたいわけじゃないけど。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。どこに行きますか？
どこに行くのさ。ここくらいなら。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。抽象的な情報ばっかりなのかな。敵だ、気をつけて。正解、そこ連続よ、そこは、やっ、届いて。正解、連続よ、飛んでけ。よっ、よろしく。そこ届いてそこよっ、飛んでけ。特訓の成果まだいける。やっ、それ遅い。それそれ連続よ、届いて。飛んでけ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。そこだ、よっと、はぁ、正解。そこ、やっ、はぁ、届いて。よっと、はぁ、飛んでけ。連続よ、特訓の成果だ。よっ、よろしく。そこ、やっ、はぁ、届いて。連続よ、そこ、よっ、動きを合わせて。そこ、正解。これとこれ、こっちのも。やっつけてやれ。届いて。特訓の成果だ。バティ、私が切ります。僕に合わせて。ライザー、任せた。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。僕が行く。そこ、そこだ、せーの、ねばけよ、どいて。まだまだ。そこだ、よっと。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。そこ、そこだ。当然の結果よ。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。もっと集めなくちゃ。これだけじゃ何もわからないし。てやー、すごくいい形の石だ。よーいしょ。ライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。薬の調合って結構するから、とりあえず少し多めに取っておこうかな。やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。こっちの木は島で採れる木よりも
がっちり中身が詰まってる感じがするね。たくさん集めればきっと遺跡の謎も解けるはずだよね。よーいしょ、とりゃー。みんな気をつけて。そこだよっと、はぁー、せーか、連続よ、やっはぁ、届いて。そこだよっと、飛んでけ、せーか、連続よ、まだいける。パティ、パティ、僕に合わせて。そこ、やっはぁ、せーか、連続よ、そこだよっと、せーか、連続よ。受け剣の舞、見せてあげるわ。走れ、炎よ、それ！せーか！連続よ！どうだ！そこ！やっはっ！届いて！当然の結果よ。あと、どれくらいあるんだろう。遺跡探索で何度も見てるからかな、昔より慣れてきてるかも。推理をまとめてみよう。いろいろ情報が足りないかも。ちょっと考えてみよう。私が知ってるのは、これの情報は、なるほど、こういうことね。これの情報は、つまりこういうことだね。これの情報は、ちょっと考えてみよう。私が知ってるのは、鈴？でもこのまま鳴らしても何も起きないし。
んだろう。不吉だな。死者の国とかできれば行きたくないし。これでちゃんとつながるかな。これって鐘を鳴らせば先に進めるってことかな。いろいろ情報が足りないかも。よし、達成成功。何作っちゃおうかな。入れる場所は。すごいのできちゃうかも。うまくいくかな。よし、完成。これであの大きな鐘を鳴らすことができるはず。どんな音がするのか楽しみだな。どこに行こうかな。ここくらいなら。どうか怖いことだけは起こりませんように。そもそもただの石ってどういう石なの？どんな音がするのかな。あの、そんなの鳴らしたら魔物を呼び寄せちゃうんじゃないですか？大丈夫。そうなったらその時考えるから。それじゃ鳴らすよ。え、すごい音だね。でも何も起きてないのかな。ほらね、なんともないじゃん。怖がりすぎだよ。
ライザさんが警戒心なさすぎなんです。ごめんなさいパティ、私が油断したせいで危険な目に。いえ、気になさらないでください。まさか鎧が動くなんて思いも。上がってきてくれれば手が届く。もう少しだよ、頑張ってフィパティ。パティ大丈夫？どこか怪我はない？パティ大丈夫？フィよく頑張ったね。パティ大丈夫？しっかりしてパティ。私崖から落ちて、ごめんなさいフィー。私のためにこんな無茶をさせて。パティが無事だったのは良かったけど、それにしても驚いたよ。まさかフィーが体を張って助けてくれるなんて。思ったんじゃないかな。無茶をしてでも助けたい、大切なお友達だってね。フィーありがとね、パティを助けてくれて。ありがとうフィー。私の命の恩人、私のお友達。それにしても、あの鐘の音で変化が起きたのって、
この鎧たちだけなのかな。どういうこと？あんな遺跡中に響き渡るような音だったんだよ。鎧以外変化なしなんて考えられないよ。もしかして本当の変化はもっと奥で起きていて、この鎧は門番みたいなものだったんじゃないかな。考えてても答えなんて出ないよ。冒険なんだから自分で見て回らなくちゃ。そうだね。その方が早いや。パティ、動けそうかい？そろそろ移動しようと思うんだけど。はい、ご心配をおかけしました。もう大丈夫です。それじゃ先に進もう。ますか？よーし、行く。